プラハ城にやってまいりました。今日は本格的に中を見学して、ミュシャのステンドグラスも見たいなと思っています。とその前にそろそろ正午です。毎時、衛兵交代が行われるんですけれども、正午の衛兵交代は特別だと聞いたので、10分前ですけれども、その割には人がそこまで集まってないっていうのがね、気になりますね。ちゃんとやるのかな。なんかそんな雰囲気もあんまないんですけどね、ちょっと待ってみたいと思います。来た来た来た、始まるぞ。これは期待できますね。すごいすごい。にわかに動き始めましたね。楽しみ。
めちゃくちゃかっこいい。毎時定期的に行われる衛兵交代とは全然違いますね。正午の衛兵交代すごいですね。いやーこれは見応えある。あのぜひ時間を調整してでも正午にプラハ城来てください。いやこれは素晴らしい。